皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。では音切り草続きやってまいりましょうか。すごいよ、エンディング5個見てますね。で39回目のセーブに至りました。まあね、一つ選択肢見てはセーブ取って、一つ見てはセーブ取ってって繰り返してるので少ない方じゃないかなと思うんですけどね。でちょっとこの先なんですけど、もうねしびれを切らしましてね、っていうのも動画界で自分で撮ってたんですけど、同じエンディングに行きかけたりとかをもうしてしまって、もうちょっとこれは攻略に頼らざるを得ないなっていうところで調べました。で攻略本をね買おうかなとも思ったんですけど、私攻略本ってものを買ったことなくて見たことがまずないんですよ。どこまでの情報書いてあるのかも、まあ攻略っていうからには全部書いてんのかな。でもまあでもちょっと買えなかったんですよね。で、ブログとか攻略サイトとか見てても、なんかこう、若干違うこと書いてるっていうのが散見されたので、いろんなの読み漁った結果、おそらくこれでエンディングが見られるんじゃないかなっていうものを見つけましたので、それでやっていきたいと思います。で、ここね。やっぱりね、この選択肢が大事だったみたいですね。これ、ナミさんが、ピアノの部屋で、まあ、パニックを起こしながら、お父さんもいた、弟もいた、お姉さんもいた、私ここで暮らしてたみたいなことになって、キャーってなるところね。で、この選択肢の進み方で、エンディングが結構回収できるみたいなんですよ。ただしですね、ただしこれ、かまいたちの夜ってさ、フローチャートっていうのがあったからさ、分岐するところから読み直せばよかったんですよね。でも音切り草ってチャートがないので、ここに来るまでもう戻し作業っていうのを一回一回しないと、このエンディングの数っていうのが更新されないんですよ。ここでセーブしていろんな選択肢を選んで、そのたんびにセーブしたって、このエンディング数のカウントが進まないので、これからはもう私のここまでのなんか機械のように丸ボタンを押すっていう、ちょっとそういう戻し作業の後、ここからスタートすることになると思うんです。よろしくお願いしますね。なんとね、ここに来るまでも選択肢変なものを選んだら、もうこの選択肢にすら来れないこともあるみたいなので、まあ、パート1からここまで見てくださった方なら、ここまでいろんな分岐ルートで進んできてるので、どれかを進んでここまで来てるんやなっていうので、まあ、ね、想像力で補っていただければと思います。長くなりましたけどやっていきましょうか。じゃあまずはこれね、まあ、一回選んだことがあるんですけど、お母さんなら家で待ってるじゃないかを選びます。この先の選択肢で私は違うのを選んだから、まだ違うルートに進んだみたいですね。うん。じゃあ東京にいるお父さん、お母さんは何だ？君はちょうどお母さんの誕生日と同じ7月3日に生まれた。だからナミとつけた。あの話は何だったんだ？あっちが作り話だったのよ。ナミは泣いていた。私はここからもらわれていったのよ。だってだんだん記憶がはっきりしてくるんだもの。うん、で、孝太郎だけ逃げてやな。で、私孝太郎に言えないような過去まで思い出しそうなのよっていう、ここで、お前の過去なら俺のものだ。これ正解やったみたいね。僕の腕の中で波はガタガタ震え出した。私怖いの。孝太郎怖いの。そう言って赤ちゃんのようにしがみついてくる。うん、お母さんは殺したような気がする。これね、剣で殺したのよって。で、まあ冷静に考えたら、ナミの話が本当なのであれば、6つか7つでお母さんっていうか大人を殺せるのかっていう話をしたら、ナミさんが飛び出していっちゃいました。で、ここで、ナミの苦しみを思うと、胸が痛んだ。あ、待って、ここは、なかったぞ、情報に。ほら、こういうのがあんねんな。この選択肢は私の持ってる情報にはないよ。
C、 え、どうしよう、 A、 A かな。 C 選ぶと多分1周目か2周目のエンディングに行っちゃうよね。2階の一室でナミは臆病な子猫のように震えていた。ナミ、今の記憶は作られた記憶だ。きっと誰かに操られている。馬鹿げた考えは捨てるんだ。ナミは弱々しく首を振った。私殺すの、ナミ。これから私、お姉さんと二人でお母さんを剣で刺し殺すの。なんてこと言うんだナミ。もうダメ、私たちは呪われてるのよ。ナミは髪を振り乱して叫んだ。ナミ、とにかく落ち着くんだ。一人にして私をほっといてよ。ナミは僕を突き飛ばして逃げ出してしまった。ナミ、僕は必死でナミを探した。今見つけ出さなければ大変なことになる。せやな、今が頑張り時やな。屋敷中を僕はどれだけ走り回ったろうか。途方に暮れるといつもここに戻ってしまう。孝太郎、来て。突然ナミの悲鳴が聞こえた。もう私を置いて逃げろって言ったり、勝手に部屋飛び出したりして、なんやの女も今度は。え、今行くよん。よかった、生きていた。急がなければ殺される。これは生きていたやな。よかった、生きていた。声のした部屋はすぐわかった。ナミ、僕は飛び込んだ。な、ナミは書棚の前で立ち尽くしていた。孝太郎見て。ナミが差し出したのは古びた写真だった。そこには二人の女の子が写っていた。すぐにナミの子供時代だとわかる顔だ。もう一人の女の子も同じ顔をしている。私と姉のナオミ、私たち双子だったの。ここはやっぱり私が生まれ育った家だったのよ。バカだな、僕は笑った。偶然だったらよく似た女の子ぐらいどこにでもいるさ。じゃあこれでも。ナミは写真の裏を返した。これね。まだ飛び出したわ。孝太郎来てって言ったくせに、今度来ないでって言ってる。私は誰かを死なせているのよ。出なければここから誰かを死なせるのよ。バカなこと考えるな、ナミ。ああ、血に染まった自分の手が見える。この手で私は誰かを殺すのよ。バカ、俺がそんなことさせない。孝太郎。ナミ、俺の言うことを聞け。孝太郎こそ聞いて。ナミは叫んだ。私が殺すのは孝太郎かもしれないのよ。ああ、これね。ここね。ここで選択肢来たよね。そうやな。私、ナミは疲れているを選んだわ。じゃあ、ここで、で、僕を殺すとはどういうことだろう。僕を殺すとはどういうことだろう。ナミがいた。夜なのに、ゆらゆらと、これは何や？かげろうかな？燃える中庭だ。ナミは揺れる風景の中にいた。風景の中では、幾組もの双子の女たちが、え？幾組もの？血塗られた剣を前にして泣いている。ナミ？僕は叫んだ。来ないで、孝太郎。この人たちみんな母親を殺して死にきれなかった人たちなの。みんな双子？ナミは泣き声で叫んだ。ちょうど私たち姉妹のように。双子の女たちの霊は風となって消えた。ナミ？僕は思わず叫んだ。女たちと一緒にナミの姿までが闇に溶け込むように消えてしまったのだ。ナミ！僕は叫びながら狂ったように屋敷中ナミを探し回った。ナミはそこに凍りついたように立っていた。孝太郎、ナミ。僕が歩み寄るとナミの体は立ったままの姿ですっと空中に浮かび上がった。ナミ、駆け寄ろうとする僕の前でふっと白いものが現れた。私たち殺したのよ。もう一人のナミ。それはナオミだった。おい、ナオミだな。ナオミは宙に浮かぶナミを見上げていった。わかっているわね、ナミ。
私たちお母さんを殺したのよ。するとナミもぼんやりオウム返しに繰り返す。私たちお母さんを殺したの。よせ、返事するなナミ。僕はナミを黙らせようと叫んだ。そうよナミ、私たちお母さんを殺したのよ。ナオミはまだ暗示をかけている。やめろ。僕はナオミにつかみかかった。わっ、その手がナオミを突き抜けてしまった。ナミ、あなたも罰してもらわなくちゃね。お母さんが待ってるわ。ナオミは消えた。ナミは気を失った。ナミ、僕はナミを抱き起こした。ナミはぼんやりと僕を見た。コウタロウ、殺してないよね。私、お母さんを殺してなんかないよね。ナミは涙ぐんでいる。バカだな。思わず僕まで涙ぐんでしまう。当たり前だろ、ナミ。バカな考えに取りつかれるんじゃない。ナミは俺だけを信じていればいいんだ。ナミの目が不安そうに震える。私、殺してないよね。僕はナミの肩を掴んだ。ナミはちっちゃい時、この屋敷を出た。いいか、ここまではそうだったとしよう。それっきり、今日まで忘れてた。十何年もお母さんと会ってない。それでいつお母さんを殺せる？そうよ、そうよね。ナミは力なく言った。私はこの家から出されたんだもんね。私、お母さんたちに捨てられたんだもんね。どうして私だけ捨てられたの？そんな話は後だ。でも私、捨てられたのよね、結局。突然揺れが襲った。ナミは誰かの声でも聞いたように、急にビクンとなって叫んだ。なぜ育ててくれなかったのよ。屋敷は一層揺れた。あ、でも確かに、この、私たちは何周もしてその背景を知ってるけど、知らんと自分だけ捨てられたって思うとこうなっちゃうよね。悲しいよな。僕はぎょっとナミを見た。ナミが遠ざかっていく。見えない力にでも引っ張られるようにナミがどんどん遠ざかっていく。だがナミは悲鳴一つあげない。むしろまるで子供が母に甘えるような安らぎの表情さえ浮かべている。ナミ待て！僕は追った。ナミが廊下の暗がりへと消えた。ナミ！もうナミの姿はなかった。どこへ消えた？わずかに開いているドアが目に入った。ここだ。え？これどうしよう？セーブしようか。ここまでちょっと私カバーしてなかったわ。ちょっと待ってよ。じゃあ、ちょっと A を選んでみよっか。まあ一緒のことやんな。奥の窓辺でナミがうずくまっている。ナミ？僕は刺激しないようにそっと入った。わっ！立ち上がりざま振り向いたナミの手にギラリと光るものが握られている。ゾッとするような剣だった。ナミ？これよ、コウタロウ。この剣で私たちお母さんを殺したの。ナミ、何を言ってるんだ？刺したのよ、ナオミと二人でお母さんを。ナミ、バカな妄想は捨てろ。そんな剣も捨ててしまえ。私、これからこの剣で罰してもらわなくちゃならないの。ミイラになったお母さんに。いい加減にしろ。僕はナミを引っ叩いた。剣は僕の足元に落ちた。ナミ、人を殺したとか刺したとか、そんなこと軽々しく言うもんじゃない。見て、あんなに。ナミはいきなり窓の外を刺した。屋敷の裏庭だ。そこには墓石が並んでいる。あんなに墓があったんだ。同じ墓石がペアで二つずつ並んでいる。双子たちの墓か。そうよ。母親を殺して罰せられた双子たちのお墓。いつの間にかナオミが立っている。それがこの館の呪い。西洋から移された屋敷の呪い。双子が自分たちの母親を殺す呪い。冷たい声だった。歴代ってことじゃ。7歳のお誕生日に私たちはこの剣でお母さんを刺し殺したのよ。床にあった剣が生き物のように立ち上がると空を飛んでナミの手に落ちた。
私はもう罰を受けたわ。ナミ、あなたもそれで。早くしないと呪いでミイラにされるわよ。あ、僕とナミは同時に叫んだ。剣が光った。その剣の、その光の中で僕らは7歳の双子姉妹が母親を剣で刺す光景を見た。じゃああのミイラはナオミさんってことか。あれ？でも罰せられた。早くしないとミイラになるやから、罰せられたらミイラにならないんか。ってことはあれはじゃあママってことか、やっぱり。そしてケンとナオミは消えた。ナミは真っ青だ。今のは私。やっぱり私たち本当にお母さんを殺したのよ。よせナミ。私も早くお母さんに罰を受けなくっちゃ。ナミがすっと歩き出した。まあ、行くな、ナミかな。行くな、ナミ。僕はナミにしがみついて止めた。いや、罰を受けないとミイラにされる。私、ミイラになんかされたくないの。ナミは叫んだ。バカ、だから罰を受けると言うのか？ナオミっていう罰、ん？ナオミの言う罰っていうのは殺されるってことなんだぞ。だって私その前にお母さんを殺してるんだもの。死ぬのとミイラになるって違うん。ナミは泣き叫んで近くの部屋に逃げ込んだ。ナミ、僕はすぐに追って入った。そこは変わった部屋だった。正面の古びた壁にマリアの母子像のタイル画がはめ込まれている。ナミは部屋の中央にいた。ここ、祈りの間だわ。僕は絨毯の上に誰かがそこにひざまずいたような小さな二つの擦り切れ跡を見つけた。お祈りをした後だわ。膝跡がこんなに擦り切れるほどに、何年も何十年もここで祈ってきた人がいるのよ。きっとお母さんもそうしたんだわ。ナミは床の跡に自分の膝を合わせて祈りの姿勢をとった。その途端、室内の空気が変わった。どこからか子供たちのすすり泣きが聞こえてくる。声は近くの壁から聞こえているようだった。これだ。壁に留められている古い新聞記事があった。明治初期の新聞の切り抜きだ。そこにはあの特徴ある書体で、母親の双子殺しが報じられていた。西洋から解体して運ばれ、復元されたばかりの洋館で起こった不可解な殺人。記事には、館がこの地に立つ以前からの本国での忌まわしい伝説も報じられていた。この館に住む母親は必ず双子を産み、自らの手でその子らを殺す呪いがかけられているという伝説。わかったぞ、逆だったんだ。僕は叫んだ。ナオミの言っていたことは嘘だ。本当は母親が双子を殺してしまう呪いだったんだ。その時、また室内の空気が揺れた。さめざめとした子供たちのすすり泣きが再び起こった。霊たちは僕の考えが正しいことを教えたいのだろう。日記だ。きっと何かがわかる。お母さんの日記を調べてみよう。僕らはミイラの間に向かった。部屋にミイラはいなかった。日記はテーブルの上に置いてあった。あ、近づくと勝手にページが開いた。7月3日、私は双子を産んだ。日記はそう始まっていた。7月4日、子供たちは可愛い。だが、とうとうあの呪いが始まるんだろうか。知ってて？7月5日、私の右手が子供たちを殺そうと動く。夫に体を縛り付けて止めてもらう。館から引っ越すっていう手はないの？7月6日、夫が急死した。これも屋敷の呪いなのだろうか。日記には、呪いと必死で戦いながら、二人の娘を女手一つで育て上げる母の苦労が切々と綴られている。7月3日、3歳の誕生日。二人とも元気に育ってくれた。しかしこの先、いつまで私はこの呪いの力に持ちこたえられるだろうか。7月7日、ああ、私の手はまたあの子たちを殺そうとしてしまった。
どうして屋敷を逃げ出さなかったの？ナミが叫んだ。日記はその問いかけに答えていた。この屋敷から脱出を試みた双子の母子は、すべてが変死しているのだ。へえ。7月10日、また殺そうとした。何も知らず、背比べをしている二人を。7月15日、もう私の手元で育てることはできない。二人を養女に出す。私はこの屋敷に残る。これで呪い、そうなん？変死、一緒に出ていくと変死すんの？片方だけならセーフな。がばいな。さよなら、ナオミナミ。日記には涙の跡が滲んでいる。お母さん、私を助けるために。ナミは日記を抱きしめた。だが、いくつかの疑問も残る。そやな。お母さん、なぜミイラになったのかしら。うん、呪いに背くためかな。じゃあ、お姉さんは？そうだ。ナオミはなぜ死んで幽霊になったのだ。ナミと同じように呪いが及ばぬよう養女に出されたはずではなかったか。突然ナオミの笑い声が聞こえた。ナオミ姉さん。ナミは急に立ち上がった。よせ、行くな。ナミ、話して、私確かめたいの。もうまたほっとこう。でもこれもうキリないって。いちいち飛び出すナミさん追いかけてたら。僕を振り切ってナミは部屋を飛び出した。ナミ、おおとした僕の鼻先に剣が突き立った。この剣をどうする。一瞬僕は迷ったが、え持っていく、もどうする、持っていく、やっちゃう、間違えて持ってったら。こうしようか。バカにするな。僕はその剣を引き抜いて叩きつけ、ナミを追った。ナミ、僕は背後に殺気を感じた。わっ、剣だ。剣が襲ってくる。あ、拾わなあかんかった。逃げ回る僕の手、誰かが何かを握らせた。剣だ。同じ形のもう一本の剣だった。すかさず僕は、よし来い。空中の剣は僕に切りかかってくる。行くぞ。僕は僕の剣で戦っていた。こいつを叩き落とさなければ殺される。光太郎、助けて。もう勝手に出て行ったくせに。ナミの声にぎょっと見直した。僕が切りつけているのはナミだ。僕はナミを切り殺そうとしていた。こともあろうに僕がナミを殺すだなんて。B かな。ナミ、僕は僕の手をかろうじて止めたと思った直後、僕の剣がナミに振り下ろされた。キャー、目の前が真っ赤に染まり、ナミの悲鳴が響いた。ナミ、僕は絶叫しながら血のように赤いものがぐるぐると渦巻く暗黒の世界へ落ちた。無音の闇が僕を包み、それが少しずつ開けていく。僕はあのミイラの間にいた。目の前の車椅子に女が座っている。気品に満ちた美しい人だ。ナミの母だとすぐにわかる面影がある。どういうことだ。ナミの母は編み物をしている。そうか、僕は理解した。これはミイラになる前の母なのだ。だがなぜこんな光景が見える。ナミの母が僕を気にする気配もない。壁だ。突然僕は気づいた。僕は部屋の壁にされてしまっている。ナミの母は編み物を続ける。壁にされた僕はただその光景を見ている。外は雨のようだ。廊下に足音がしてドアが開いた。入ってきたずぶ濡れの若い女はナオミだった。お母さん、会いたかった。これは過去の光景だ。ナオミが死ぬ前の母が、ナオミさん、勝手に帰ってきちゃったってこと？
ナオミが死ぬ前の、母がミイラになる前の、壁にされた僕がそれを見せられているのだ。出て行くのよ、ナオミ。青ざめた母は娘に言った。今すぐお帰りなさい。ナオミ、お前はここにいてはいけない。どうしてお母さん、私が嫌いなの？私この雨の中を歩いてきたのよ。夜の山道を1時間半も歩いてきたのよ。ナオミは泣き声だった。ダメなのよ、ナオミ。ダメなの。お前は呪いの力で呼び寄せられただけ。違う。呪いの力なんかじゃない。お母さん、私はお母さんに会いたかったのよ。ナオミは車椅子の前にひざまずいた。お母さん、私は聞いたの。お母さんが私たちを助けるために、私たちを養女に出したこと。そのために、お母さんは屋敷の罰を受けて、事故に遭って、こんな体にされてしまったこと。私、そばにいてお母さんの役に立ってあげたいの。お帰りなさい、ナオミ。私はお前に会いたくない。お母さん、私はお母さんが好きなの。ナオミは母の手を取って泣いた。母はその手を振り払い、車椅子を進めてドアを開けた。出ておいき、ナオミ。二度とその顔は見たくない。お母さん。母はナオミを突き飛ばすようにしてドアを閉めた。わかったわ、お母さん。ドアの向こうでナオミが言った。じゃあ、今日だけ止めて。子供の頃の、あの私たちのお部屋で、今夜一晩だけ眠らせて。母は答えなかった。手で車椅子の肘掛けをつかみ、全身を震わせながら何かに耐えているようだった。途端に光景が変わった。子供部屋の壁だった。古いベッドにナオミが眠っていた。さっきの光景の後のようだ。ドアが開いた。入ってきたのは車椅子の母だった。母は車椅子を進め、ナオミの寝顔に見入っている。その右手が振り上げられた。あの剣が握られている。あ、僕は心の中で叫んだ。剣を振り上げたのは母の意志ではない。振り下ろそうとしているのも母の意志ではない。すべては屋敷の呪いの力なのだ。あ、殺したくない。絞り出すように母がうめいた。ナオミ逃げて。だがナオミはぐっすり眠っている。ナオミ。剣を振り上げたまま母が叫んだ。母は戦っていた。振り下ろそうとする呪いの力と、振り下ろすまいとする母の意志。おそらく全力を出し切っているのだろう。剣を握るその両手は震え、額に油汗が浮き、顔は苦痛に引きつっている。もう母は声が出せないようだ。噛み締めた唇からは血が流れている。それでも母は呪いの力と全身で戦っている。不意にナオミが目を開けた。お母さん？ナオミの目には母が自分を殺そうとしているように見えたのだろう。助けて！ナオミは部屋を飛び出した。キャー！ナオミの悲鳴が聞こえた。また光景が変わった。僕は階段下の壁だった。転落したナオミは首の骨を折って死んでいる。結局、階段から落ちてか。会場に母が来た。ナオミ！母は絶叫した。その時、ナオミの死体から誰かが立ち上がった。それはナオミだった。ナオミはこの時幽霊となった。そのナオミが宙へ浮き、母の前に立った。ごめんなさい、お母さん。殺されずに死んでしまって。でもこの償いはします。ナオミは言った。私、妹のナミを呼び寄せるわ。そして、私たち双子の揃ったところで。ナオミが手を伸ばすと、その手にさっきの剣が現れた。お母さんにこの剣で殺してもらいます。ダメ。母は叫んだ。ナオミ、そんなことをしてはダメ。母は悲しく絶叫した。私は誰も殺しません。もしも呪いに負けてそうするくらいなら。母の目に涙が溢れた。舌を噛み切って死にます。屋敷に風が吹き、どこからともなく笑い声が響いてきた。僕は叫んだ。
強い風の中で母は体中から白い気体を吹き出して骨と皮になった。髪も見る間に真っ白になった。すべてが分かった。こうして波の母はミイラになった。そして光景は闇となって消えた。僕はまだ闇の中にいた。さあ、ナミ行きましょうね。ナオミの声が聞こえた。お母さんが待ってるわ。へえ、お姉さん。ナミが答えている。ナオミはナミをミイラの間に連れて行く気だ。ナミ行くな。だが僕の声は出ない。四方八方真の闇だ。私たち、お母さんを殺したんですものね。ナミの声が去っていく。違う、違うナミ。お前は偽の記憶を刷り込まれているんだ。僕はもがいたがどうにもならない。闇の中に突然僕はおぞましい情念を感じた。それは屋敷の情念だった。僕は出ない声でその情念に向かって叫んだ。畜生、俺を壁にしておいて、その間にナミを殺す気か？壁にしておいて。なんでもっと早くせんかったやろね。情念が僕の思考に言葉でない言葉で答えてきた。ここで生まれた双子はその母親が殺す。それが私の呪いなのだもの。貴様、一体何者なんだ？私は、この屋敷の初代の主。情念は答えた。1800年、ブルゴーニュの森に建てられたこの私の屋敷で、私は双子の王女を産んだ。そしてこの二人の王女に私は剣で刺されて死んだ。娘たちは権力欲のために私を殺した。私は死んでも死にきれなかった。だから私は屋敷に私の剣と呪いを残したのだ。それが双子が母を殺す呪いか。え？母が双子を殺す呪いじゃなくて？そうだ。私はまず私を殺した二人の娘にそれぞれ双子を産ませた。そしてその双子たちに二人の母を殺させた。それで復讐は終わりのはずだ。そんな呪いをなぜ現代まで残す？めっちゃ会話するやん。人の心に欲と憎悪があるからさ。私の二人の娘と同じような欲と憎悪まがいなものも生き続けているからさ。情念は去った。闇が少しずつ明るくなる。僕は2階廊下の壁だった。めっちゃ壁としてザッピングするやん。向こうをナオミに連れられたナミが歩いていく。二人の手にはブーケのような音切り草が握られている。開かずの間のドアがきしんで開いた。ナミとナオミは開かずの間に消えた。あ、ナミはあの部屋の中でミイラになった実の母に殺されるのだろうか。ナミ、ナミ。僕は声にならない声で叫び続けた。僕は流せぬ無念の涙を流し、出せぬ声を振り絞って泣いた。その時、車椅子が現れた。ミイラは乗っていない無人の車椅子だ。車椅子は一気に突っ込んできた。壁にされた僕には避けようもない。車椅子はバラバラに砕け散った。不思議なことが起こった。僕は壁の前に立っている。もう僕は壁の僕ではなく、僕のままの僕だった。車椅子は我が身をバラバラにしてまで僕を救ってくれたんだ。車椅子が本体ってこと？ママ。ナミ、僕は開かずの前走った。ナミ？開かずの間のドアは固く閉ざされたままだ。僕の力ぐらいではびくともしない。開けろ、ナミ。あの車椅子を思い出し、僕は全力で体当たりした。僕の体は弾き返されたが、いきなりドアが透明になった。ん？部屋の中が見え、声も聞こえる。ナミとナオミがひざまずいている。二人の前の大きな椅子にはミイラが座っている。儀式はもう始まっているのだ。さあ、私たち、お母さんに罰してもらうのよ。ナオミが言った。ええ、だって私たち、二人でお母さんを殺したんですものね。ナミがさっきと同じことを言った。
屋敷の呪いは大昔の母を殺した双子の王女のセリフを言わせているのだろうか。さあお母さん。ナオミとナミは声を揃え、両手を合わせてミイラの母に言った。私たちを罰してください。すると脇にあった剣が光った。剣は低い音を立てて空中へ浮かび、ミイラの母の右手に収まった。ミイラの母はその剣にせかされたように振動を始めた。ああ！ミイラがミシミシペキペキというような音を立てて立ち上がったのだ。ナオミとナミはひざまずいたままだ。ミイラはゆっくりと剣を振り上げた。やめてくれ！はあ、あれほど愛の深かったナミの母も呪いの力には勝てないのだろうか。やめろ、やめてくれ！ミイラは剣を振り下ろした。いや、ミイラの手は宙で止まっていた。振り下ろそうとする力と振り下ろすまいとする力が戦っている。ミイラの中で呪いの力と母の愛が戦っている。その時僕は見た。うつろなミイラの目から血が、赤い涙が流れているのを。ナミ、お母さんと叫べ！僕は出せる限りの声を振り絞った。よく見ろナミ、お母さんはお前を助けようとしてる。ナミがはっと顔を上げた。お母さん。ナミは母の血の涙を見た。お母さん。ミイラの手は剣を振り上げたまま震えている。お母さん好きよ。ナミが全身で叫んだ。その瞬間ミイラは輝き爆発した。大丈夫ナミさん、ミイラの真ん前にいるのに。透明なドアは吹っ飛んだ。ナミ、僕は飛び込んだ。コウタロウ、ナオミも床に落ちた影となって消えていた。逃げるんだナミ。僕はナミを連れ出した。もう忘れてたわ、最近見えへんから。目の前へ鎧が現れた。わ、危ないコウタロウ。鎧は剣を脱いで切りかかってきた。僕らにはこいつと戦う武器も力もない。俺たちはまだ死ねないやな。俺たちはまだ死ねない。ナミを抱いたまま僕は鎧に全身で体当たりした。多分コウタロウくんだけが死んじゃうと結局ナミさん死んじゃうから、コウタロウくんは死んだらあかん。鎧はびくともしなかった。はっ。鎧は大きく両手を振り上げて僕らに迫った。だが何かおかしい。鎧は全身から黄色い蒸気のようなものを吹き出しながら2、3歩こっちへ力なく踏み出した。あっ。鎧があっけなく倒れた。吹き出す蒸気が青く変わった。バラバラになった鎧の中から現れた緑の猫が目を光らせてき、もうなんやこれ、情報量が緑の猫、あいつが呪いの正体だったのか。あ、どこだ？あちこちで爆発が始まった。まあ、ボイラー室やろな。階段を駆け下りた時には、もうホールいっぱいに炎が広がってる。裏口だ！ナミの腕を掴んで僕は走った。あ！燃えながら倒れてきた柱に僕らは引き裂かれた。大丈夫かナミ？黒煙に巻かれ熱い。息が苦しい。目が開かない。コウタロウもうダメ。僕は声の方に手を伸ばした。バカ、ダメじゃない。俺たち生きるんだ。お母さんの分も、ナオミの分も。その時、不意にまばゆい輝きが映った。炎と煙の向こうに金色の光。もう僕の目は開かないのに。僕はその光を信じた。あっちだ。まぶたの向こうにあるその光導く、まぶたの向こうにあるその光導く通りに僕はナミの手を引いてひたすら走った。あ、空気が変わった。どうやら裏口を出たらしい。出られたぞナミ。ボイラーが爆発する。僕らは屋敷から少しでも離れようと走り続けた。風が頬に当たり煙にやられていた目が少しずつ開けられるようになってくる。どれくらい来たろうか。僕らは屋敷を振り返った。
大丈夫ね。これはナミさんやね。やけどの話に一切触れてないから。またナオミさん連れてきちゃったってことはないと思う。崩れていく。崩れていく。私の生まれ育った家。お姉さんの家、お母さんの家。風が吹いた。ひんやりした空気を僕は思いっきり深く何度も吸い込んだ。ナミも同じように深呼吸している。遠く、闇を背にし、黒々した残骸の山。屋敷はすっかり燃え尽きてしまっていた。光太郎が私を連れ出してくれなかったら、私きっと。ナミが僕を見てそっと言った。ありがとう。いや、俺じゃないよ。僕は言った。え？光が導いてくれたんだ。まあ、光が。そう。あれきっとお母さんだよ。そうね。それともお姉さんのだったかもね。僕らは夜空を見上げた。綺麗な星空だった。ナミが小さな声を上げた。焼け跡から光るものが天へ昇っていった。一つ、二つ。お母さん、お姉さん。ナミがつぶやいた。ありがとう。それから、さようなら。終わりましたね。これまた違うエンディングちゃんと見れたね。よかったよかった。ちょっと一瞬やけどエンディングが頭をよぎったんですけどね。まあ、ナミさんとナオミさんを区別するためのやけど後の話が一切出てこなかったから大丈夫かなって思いはしてましたけどね。ちょっとドキッとしました。これでエンディング6つ目ですね。実はね、エンディングが9種類。じゃあ10種類か。10種類あって、で、そのうちの最後の1種類っていうのが、残りの9種類を全部見ないと出てこないらしいんですよね。調べによりますとね。なので、またね、見たことのある選択肢から始めることにはなると思うんです。この動画、このパートの最初に選んだところから開始できるのか、もうちょっとあれの後からになるのかはちょっとまだわからないんですけどね。ここからエンディング開始に関しましては、重要な分岐からのスタートになると思いますので、そこまでの流れが気になる方はぜひ、パート1、2、3、4、5、6、7、8、9、10あたりを見ていただければと思います。よかったよかった。